グスタフ一世は、スウェーデン国王、バーサ王朝の祖。1509年から1514年に、ウプサラ大学に学び、1518年から翌年に、かけて、スウェーデン独立派の貴族として、デンマーク軍と戦って捕らえられる。1520年、ストックホルムで、デンマーク王クリスチャン二世によるストックホルムの治癒が、起こると、脱出して、 ダーラナに帰り1521年にこの地方の農民を率いて反乱を起こし成功した。スウェーデンの摂政となることを宣言し、1523年、スウェーデン国会によって国王に選出された。1527年、ベステロースで開かれた国会において法律を定め、この国では簡素で真実なる神のお言葉のみを広めるべきとし、ルター派の協議を全面的に認め、 スウェーデン教会がローマから分離するきっかけを作った。ついで国土の26%を占めるカトリック教会の土地を没収し、国土の5%に過ぎなかった王家の土地を拡大し、財政基盤を改善した。行政改革を行い、ダーラナやスモーランドに起きた地方の反乱を厳しく鎮圧した。グスタフ一世は、宮廷が大陸風の華やかなスタイルを持つことを重要視し、 この時代に、聖書のスウェーデン語訳も完成し、宗教改革者ウーラウス・ペトリによって、詩や、神学の書物が現れた。先スウェーデンクローナ紙幣に肖像が描かれている。1531年、ザクセン・ラウエンブルク公、マグノス一世の娘カタリーナと結婚、一死を設けた。1536年、マルガレータ・エリクス・ドッテルと再婚、十死を設けた。 1552年、カタリーナ・ステンボックと三度目の結婚。はなかった。ありがとうございます。